富士フィルム X キャスト畑本です。今回はついに発表された富士フィルム X ハーフ XHF1 とも言いますね、そのレンズのボケ感の秘密に迫っていきます。早速いきましょう。富士フィルム X ハーフついに発表されましたね。フィルムカメラみたいなデザイン、そして縦型写真という新しい試み、まあめちゃめちゃ気になりますよね。特にね、このレンズのスペック、ここ見るとね F2.8 って書かれてました。これはね結構背景が綺麗にボケる明るいレンズなのかなと一瞬ねワクワクする人もいたかもしれません。でもちょっと待ってくださいというのが今回のお話ですね。この F2.8 という数字、もしかしたら私たちがイメージするボケ感とは少し違うのかもしれません。今日はそのあたりの疑問をすっきりさせつつ X ハーフの本当の魅力に迫っていきたいと思います。まあカメラね、詳しい人にはもうすでに、どういうお話か内容か結果も分かってるだろうと思いますので、まあそういう人はね、他のエピソードを聞いていただくのがいいかなと思います。さて今回のメインテーマ、富士フィルム X ハーフのレンズのボケ感についてです。まず結論から言っちゃいましょうかね。X ハーフの F2.8 のレンズ、これもちろんね明るいレンズではあるんです。でも私たちがよく目にするフルサイズセンサーのカメラありますよね。それとか APS-C センサーを積んだ富士フィルムの X シリーズとかね、そういうカメラ、ああいうカメラで F2.8 を使った時のようなとろけるような大きな背景ボケ、これを期待するとちょっとあれってなるかもしれない。なぜそうなるんでしょうか。まあそれを理解するためにはまずカメラのね F 値とセンサーサイズ、この2つのキーワードを簡単におさらいしておく必要があります。カメラに詳しい方はね、ちょっとおさらいのつもりで聞いてください。まず F 値ですね、これはレンズがどれだけ光を取り込めるか、つまりレンズの明るさを示す数字ですね。 F1.4 とか F2.8 とか数字が小さいほど明るいレンズになります。そうすると暗い場所でもブレずに撮りやすかったり背景がボケやすくなったりします。まあここまでは OK ですかね。で続いてセンサーサイズ、これはカメラの中で光を電気信号に変える部品、その大きさのことですね。よくフルサイズとかね APS-C とか、まあ X ハーフの場合は1インチっていうね言葉で表しますけれども、これがねセンサーの大きさの種類になります。一般的にねセンサーサイズが大きいほど画質が良いと言われます。そして背景もボケやすいとされてます。でまあここが今日の最大のポイントなんですが、同じ F 値のレンズでもセンサーサイズが違うと背景のボケ感が変わってきます。具体的に言うとセンサーサイズが小さいほど同じ F 値でも背景はボケにくい、つまりピントが合う範囲が広くなるということですね。 X ハーフは1インチのセンサーを搭載しています。これは例えば XT5 とか XS20 とかね搭載されている APS-C センサーよりも小さいサイズです。だから X ハーフの F2.8 のレンズが APS-C の F2.8 レンズと全く同じようにボケるわけではないというのが今日の話のポイントになります。
じゃあ具体的に X ハーフの F2.8 はどれぐらいのボケ感になるのか。APS-C やフルサイズのカメラと比べてどうなるのか、ね、気になりますよね。その辺の話を続けていきたいと思います。富士フイルム X ハーフの1インチセンサー F2.8 レンズ、これがね、他のセンサーサイズのカメラと比べてどれぐらいのボケ感になるのか、具体的な換算 F 値で見ていきましょう。まず基準にされるフルサイズセンサーのカメラ、これで考えると X ハーフの F2.8 レンズのボケ感はだいたい F7.56 ぐらい、フルサイズで言うと 7.56 くらいに相当します。まあこれはあの X ハーフの F2.8 に1インチセンサー特有の係数、まあ、だいたい 2.7 ぐらいですかね、それをかけた数字になります。で、この F2.8 と F7.56 全然違いますね。印象変わってきますよね。うん、どういう写真になるのかなというイメージ分かりますかね。そして、私たち富士フイルムユーザーがね、よく使っている APS-C センサーのね、X シリーズですけれども、こちらで考えた方が分かりやすいかなと思います。 X ハーフの F2.8 のボケ感はだいたい APS-C の普段使ってるやつのね、F5.0 くらいに相当します。まあこれも同じようにね、計算で出てくるんですけれども、まあ計算の具体的な話はね、ノートの方にね、記事詳しく書いてますので、そちら概要欄にリンク貼っておきますので、そちらをね、見ていただいたらいいかなと思いますけれども、だいたい 1.8 くらいかけた感じですかね。なので、X ハーフで F2.8 で撮った時の背景ボケ、これは APS-C で撮った場合 F5.0 くらいに絞って撮った時とまあ似たような感じになるかなということです。どうでしょう。だいぶ具体的なイメージが湧いてきたんじゃないかなと思います。 F5.0 前後で、撮ったことありますかね。意識して、まあ意識してなかったら F5.0 どれぐらいかはちょっとわからないかもしれませんのでね、もしね機会があればね F5.0 でね、自分が今持っているカメラで、レンズ使ってね、だいたいその同じぐらい30ミリ前後の標準ぐらいのねレンズでちょっと F5.0 で試してみたらイメージつくかなと思いますが、参考までにね、以前私が APS-C 機で撮った写真で、F が 5.6 固定でね、写真作例載せてるノート記事もありますの、ありますので、そちらね、まあ X ハーフのね、換算 5.6ゼロとボケ感はちょっとね、近いのじゃないかなと思いますので、ただこの時あの焦点距離23mm、換算35か、まあちょっと違う、換算の焦点距離でもちょっと違うんですけれども、まあまあそんなに違いはないのかなと思いますので、まあにイメージはできるかなと思いますのでね、そちらの方もノート記事リンク貼っておきますので、見ていただければと思います。じゃあ X ハーフって全然ボケないのかって思ってしまうかもしれませんけれども、それはねちょっと素形です。まずレンズ F2.8 っていう明るさ自体は変わらないので、暗い場所での撮影にはまあまあ強いかなという、これをまあ嬉しいポイントですよね。で、被写体にねグッと近づいたり背景との距離をね離したり、まあそういう撮り方の工夫で背景ぼかすことはできます。
X ハーフのね最短撮影距離が20センチなんですよね。これ結構寄れるなと思ってますので、まあだから花とかね小物を撮るとき背景ぼかしやすいかもしれませんね。まあただねそのボケ方なんですけれども、そのさっきも言ったようにフルサイズ機のとろけるような大きなボケとはちょっと違うということですね。主題を引き立てつつ背景の状況もある程度わかるというね、そんな感じのボケ方ですね。まあこれはスナップ写真なのでね、むしろその方が使いやすいんじゃないかなとね、先ほど言ったF5.6 で固定でね撮ってみた作例の話しましたけれども、この時もね F5.6 って結構ちょうどいいなというね、感覚ありましたので、まあ悪くないのかなと、思いましたね。まあ何よりね富士フイルム X ハーフの魅力っていうのはボケだけじゃないので、あのフィルムシミュレーションを使ったね、色表現とか縦型写真での新しい構図とかね、あとフィルムカメラモードとか、ツーインワンモードとかね、まあ軽くておしゃれなデザイン、まあそれも含めてね、まあ楽しいカメラになるんじゃないかなと思います。今回お話しした X ハーフの F 値とセンサーサイズ、そしてボケ感の話ね、もっとじっくり文字で読みたい、あるいは今日の配信内容を復習したいなという方、まあ先ほども言いましたがノートの方にね記事まとめてますので、そちらもご覧ください。配信で触れなかった細かいポイントなども書いてますのでね、概要欄からリンクをたどってチェックしてみてください。いくつかお知らせがあります。まず一つ目なんですけれども、富士フイルムから発表ありましたね。X サミット。2025年、今年ですね。6月12日、来月ですね。もうすぐですよね。富士フイルムの公式発表会、X サミット上海2025が開催されるということが発表されてました。X サミットといえばね、富士フイルムの新しいカメラやレンズ技術なんかがね発表される場所なので、まあユーザーにとってもね楽しみなイベントです。今回この番組でもね取り上げている X ハーフね、これについてももしかしたら発売日のさらなる詳細とかね、専用アクセサリーの話とか、まあ新しい情報があるかもしれません。とても楽しみですね。でもう一つなんですけれども、これはまああくまで噂レベルの話なので話半分で聞いてほしいんですけれども、この X サミットでねついに新しい XE5 X シリーズの最新機種ですね、こちらが発表されるんじゃないかという噂話がちらほら聞こえています。まあ、X シリーズといえばあのレンジファインダーカメラのね、ちょっとクラシックでスタイリッシュなデザインが特徴でね、私も XE4 を、使ってますのでとても楽しみにしてるんですけれども、もしその後継機となるね XE5 が出るとしたら、これもねまた大きな話題になりそうですね。ただまあ何度も言いますけれども XE5 についてはまだ噂の段階なので、まああんまり期待しすぎずちょっとだけワクワクしながら X サミットを待ちたいなと思います。皆さんはどう思いますでしょうか。気になる方はぜひ6月12日チェックしてみてください。この噂されている XE5 ですか、こちらに関しては今後ね、5回ぐらいに分けて、その X サミット6月12日の X サミットまでに、5エピソード配信できたらなと思ってちょっと計画しています。ポッドキャストをフォローして、あるいは YouTube チャンネル登録してお待ちください。
というわけで今回は富士フイルム X ハーフのレンズの F 値とボケ感について、まあちょっとマニアックっぽいお話になってしまったかもしれませんけれども、まあ、結論としては X ハーフの F2.8 レンズは大きなボケを追求するというよりはその明るさを生かして、そのユニークな特徴ね、機能、撮影体験全体を楽しむというのが正解なのかなと思います。この X キャストではこれからも富士フイルム X シリーズに関する情報を初心者の方にも分かりやすくお伝えしていきます。もっと X シリーズの情報が知りたいなと、今日の話ちょっとでも役に立ったなと思っていただけましたら、ぜひポッドキャストのフォローをお願いします。もし YouTube で聞いてくださっている方があればチャンネル登録もお願いします。ポッドキャストはリッスン、Spotify、Apple Podcast などで配信中です。 YouTube チャンネルも富士 X キャストで探してみてください。番組概要欄に各種リンクも載せておきます。今日のエピソードでご紹介したノート記事のリンクもそちらにありますので、ぜひアクセスしてみてください。また皆さんからの質問や感想、そしてこんなテーマで話してほしいなというねリクエストなんかもお便りフォームやハッシュタグ FJX キャストでお待ちしています。富士フイルム X キャスト旗本でした。それではまた。